さんこんにちは、稲城翔です。日本のボーイズグループ J1 のリーダーとして活動しております。今回は、僕たちの一日を、お届けしたいと思います。J1 にどんなイメージを皆さん持っていますか？今日は僕の一日に密着して一日の活動をお見せしたいと思います。それでは楽しんでください。今日はちょっと与那城さんの一日に密着させていただきましてありがとうございます。どんな感じかわかんないですけどそうですね、やっぱり普通に僕たちのこの一日ちょっと密着していただいて、僕たちの仕事はどんなものかちょっと見ていただければ幸いでございます。じゃあ一緒についていっても大丈夫です、はい、もちろんです、はい、行きましょう。まずはですね、まあ、一日密着ということで、まずは、控室に行って今から着替えとメイクをしていきたいと思います。それではレッツゴー。今日実際どんな一日なのか教えていただけますか？はい、今日はこの後、少人数に分かれてルイ・ヴィトンさんのお店の方に僕たちが行って、そこでこういろんなものを見て、でこうコメントをしたりします。時はその友達とバンドを組んでて、その時に初めて歌を歌うってことをやってたんですけど、その時にやっぱりこういう仕事で人の前に立てたらなっていうのがありましたね。大学生をしながら、まあ、歌手の勉強というかギターを弾いたり、そのオーディションいろんなオーディションを受けたりしてたんですけど、なかなかやっぱ芽が出ず、オーディションも何個受けたか分かんないんですけど、その中でやっぱり大学4年生の頃、もう卒業間近の時にやっぱり芸能を諦めきれない自分がいたんで、こう芸能で食っていくって覚悟を決めて、このプロデュース101ジャパンっていうオーディションに応募したっていう感じですね。そのオーディションの特徴が、あの審査員の方々が国民の皆さんが直接こう僕たちを選んでくれたので、やっぱりその国民の皆様がもう最初から僕たちをこうずっと見ててくれてるので、なんだろう、できない時も知ってるし、それがこう成長していってる過程もすごい知ってるので、その
応援してくれている期間が長いというか、やっぱそこが大きいかなっていうのは思いますね。ご両親とかにも応援してもらえましたか？まあ、反対はされなかったですね。やっぱりやりたいことをやるのを応援してくれたんですけど、やっぱりその自分の中で26歳までにその俳優とかその芸能に関して何もいい結果が得られなかったらもう親には辞めるっていうのは言ってたので。実際韓国にもトレーニング行かれましたよね、はい、それどうだったんですか？そうですね、やっぱりすごい、まあ、厳しいというか、やっぱりパフォーマンスができて当たり前っていう文化なので、僕たち日本人のこのなんてアーティストの文化っていうのはだん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 成長していくっていうのがやっぱあるので、どうしても文化が違うからこそ求められてるものが全然違うというか、やっぱ韓国の音楽とかってこうやっぱ世界に向けてこう作られてる曲とかが多いので、やっぱり僕たちは日本人なので完璧にこうそこに寄っちゃうとどうしても意味がなくなってくると思うんで、そこに寄りつつも僕たちが見せれるところの日本人っぽさというか、日本人ならではのそのパフォーマンスの違いとかを見せれてるのかなっていうのは思います。なんか何時から何時まで練習してたり？そうですね、朝のもう9時ぐらい10時ぐらいからもうボーカルレッスンから始まり、ダンスの基礎レッスンで、そのリード曲、まあ、そのアルバムであったりシングル の、まあ、その一番大事な曲の練習をもうずっと夜まで11時ぐらいまでやって部屋に戻ってみたいな感じですね。ひたすら踊ってました。与那城さんは、まあ、メンバーにとってどのようなリーダーですか？優しさで僕らを包んでくれるようなタイプのリーダーで、最初はみんなをまとめるのとかもすごい大変そうだったし、今まであんまりやってきたことじゃないのかなと思ったりしたんですけど、やっていくうちにみんなも翔くんへの信頼が大きくなっていくし、翔くんもみんなをまとめるのがすごく上手になっていったりしたので、やっぱり翔くんでよかったなっていうのは結構思いますね。今移動中なんですけれども、はい、どちらに向かってるんですか？今はですね、次の撮影のスタジオの方に向かってます。今回単独でその、まあ、ある写真家の人に撮ってもらうんですけど、はい、皆川さんにちょっと撮ってもらいます。結構有名な写真家ですね。そうですね、ちょっと僕も緊張してます。移動の時間を利用してちょっと英語の勉強というか、ちょっと英語で記事を、あ、ニュース見てるんですね、はい。英語を勉強しようと思ったきっかけは何ですか？もともとその映画が好きで、そのやっぱり映画の俳優さんみたいにこうかっこよく英語を喋れたらいいなって思っていて、よかったらちょっと英語で喋ってみませんか？はいはい、はい、じゃあ英語でいきますよ。So, Shou, can you tell us a little bit about yourself? Myself?Okay, so hello, nice to meet you. My name is Shou. So I'm 25 years old and I'm a reader of the J01. Do you know the J01? So I think the best boys group in Japan, I think that. So please check J01 YouTube and then Instagram and then Twitter. So please check. Thank you. すごいペラペラですね。よく話せてますね。No. No. なんか他に韓国語とかも勉強されたりとかして韓国語はまだ勉強してないんですけど、ちょっこん。ちょっこん、ちょっこん。少しだけですね、はい。あ、到着しましたね。はい、あ、ちょうど。はい、次のスタジオ行きましょう。レッツゴー。今、写真撮影終わったところです。はい、写真撮影終わりました。お疲
疲れ様です。お疲れ様でした。何時ですか？今何時ですか？ガンですね。あ、ちょうど6時40分ぐらいですね。ここからまだ、はい、ここから、はい、また移動して今度は全体練習に合流したいと思います。まあでもそういう意味で実際コロナになってデビューした直後にコロナになったんですよね、はい、そうですね。なのでこうがっつりの本物のファンとこう、はい、直接会える機会はな、そうです。ファンミーティングっていうのがデビューする前にありまして、それがまだコロナが流行ってない時だったので、その時だけファンに直接会えたのが最初と最後でしたね。すごいですよ。だってメンバーの誕生日、11人いるんですけど、それぞれ一人一人の誕生日の時にやっぱりファンの皆さんが花火を上げてくれたりとか、それこそタイムズスクエアにその画面で流れたりとか、それこそなんか飛行機でなんかそのなんていうの、垂れ幕みたいなのを飛ばしてくれたりとか、そういうことをやってくれたりしてるんで本当にありがたいですよね。一番自分の中で苦労してた部分を教えていただけますか？あ、日本でそのボーイズグループをやるにあたってやっぱり必要なのは歌とダンス、その両方が必要なので、まあ、ダンスに関してはやっぱりちょっと苦労してますね。やっぱりどうしても時間がかかる分野なので、こればっかりはちょっとすぐに習得できるものでもないので。何年間こうダンスやってきた、はい、そうですね、はい、やっぱりその差をこうできるだけなくすようにはしても努力してますけど、やっぱり急にはちょっと急にこう上手くなるってことはない。ダンスの練習。今回の練習は、まあ、サードシングルのチャレンジャーのリード曲である Born to be Wild。 このポーズが難しいとか、こういうところまだよくできてないところって何か、まあ、ありますか？全部なんですけどそのやっぱり自分 そのパートというよりかは、その他の人が踊ってる時にそのいかにこう全体で揃えるかっていうのを僕たちは重視してるので、やっぱりこの踊ってる時にちょっとでもずれると違和感は感じるので、そこは注意して踊ってるんですけど、なかなか難しいですね。与那城さんの、パフォーマンス100点が満点でしたら何点ですか？45点ぐらい僕も含めてまだまだ全然満点はちょっと誰もいないんですけど、やっぱり僕たちの強みというか、11人で揃ったパフォーマンスをするのが僕たちの強みであり武器であると思うので、そのためにはやっぱりみんなが同じ角度とか同じ高さっていうのを意識しないといけないので、翔くんはちょっとみんなより身長もありますし、やっぱりみんなより下がらないといけないとかっていうのがちょっと大変なところでもあるので、まあ、協力しながらちょっとまだまだ頑張らないといけないなって感じですね。頑張ってください。ありがとうございます。今終わった感じですか？はい、全体練習終わりましたかなり2時間ハードな練習だったんですね。まあでもそうですね、今日は練習は2時間しかできなかったんですけど、普段は4時間ぐらいもっとやってて、今回はまあ朝から仕事もあったので、まあ2時間だけでしたね。今日はもうこれで終わりですかね？それとも家帰ったらまた？家帰って、まあ、ちょっと今日の確認して、はい、その振り付けの確認であったり、他の曲もあるので他の曲の振りの確認をしつつって感じですね。もう9時なのにもう帰ってまたちょっと仕事をしばらくする感じですか？そうですね、ちょっとまだやり残してることがあるんで、ちょっと、まあ、でも9時に終わるの早い方ですね。いつも11時ぐらいまでやってたんで、はい、なんでちょっと、まあ、ストレッチも結構ゆっくりしてって感じですね。長い一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな長い一日付き合ってくださいまして本当にありがとうございます。Thank you.